ここが夢の地？なんか不気味な雰囲気だな。それにこれは、おーい、僕が見えますか？こっちです。こっちに来てください。あ、来てくれたんですね。よかった。思考の回廊へようこそ。ここは黄金の時につながる通路だと思ってください。ここは一時的な中継ステーションなので、少し簡素に見えるかもしれませんね。無境内のホテルレバリーは今修繕工事中なんです。滞在中に不便をかけてしまってすみません。もう黄金の時は、ああ別にメモ？ああ、もしかして僕の不注意です。掃除が行き、無境内のホテルレバリーのことです。向こうの門を通り抜けるだけです。このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるのか、楽しみだな。Whoa! Wow. They just throw me? Just like that? That's like in the trailer? Are we in heaven? こちらの客人は現実から無境への変化に慣れていないようですね。ロビン、私たちの友人がこの美しい夢に順応できるよう手伝ってあげてください。Yeah, having a lot of pain. 任せて。Dragon Ball pose. Bye. 大丈夫。力を抜いて、すぐに終わるから。吸って、吐いて。これで無境を完。あなたの精神状態を少し。ご心配なく。彼女はあなたが無境の中で自分の体を自由に動かせるよう、調和の共鳴を利用してあなたを調律しただけですから。ピノコニーの夢の本質は奥質が構成する世界。例えば泳ぎを覚えたばかりの人は浮力に適応できずに水に沈んでしまいますが、体が水の流れに慣れれば自然と水面に浮かぶことができるでしょ。理論上は可能ですが、かなり難しいかと。奥質に対する私たちの理解はまだ表面的なものに過ぎませんから。ガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーを除いて、普通の人間が奥質を思い通りに操ることは、あ、これは失礼。また職業病が出てしまいました。私はこの
人に教えたがる癖を改めることができないのです。気にしないで、兄様はいつもこうだから。Lol. They keep checking out for 50 days. It's really fun. And then I will go there next. 無表ショップ見に行ってみるか。賑やかだな。こんなにたくさんの人が無境の中で暮らしてるのか。地図の通りならあれが無境ショップだけど。あ、請求列車の開拓者様、ようこそ無境ショップへ。それが精神分析というものです、ミスター。ここはいろいろな面白い無境、私の推測が正しければ。ご安心ください、私は細心の注意を払い分析が完了しました。これは匿名の個人から寄付されたものなので。私は夢の、さあ始めましょう。請求列車の開拓者、罪を認めるか。あ、この夢の泡の内容について私は解釈的または暗示的なコメントはいたしません。この中で、あ、そして夢の泡の中の曖昧な部分については、お前が犯した罪は許されんものじゃが、車掌として全員の義務労働の権利を尊重する。真面目に大掃除しろ。申し訳ありません。この夢の泡を収録したとき、すでに一部の音声トラックが失われたんですが、体験を向上させるため、この夢の泡に調整を加えることは。いいえ、よく知っている人物でなければ、さあ、お選びください。My favorite different gender, of course. 別の性別のあなたですか？少し難しいリクエストですが、再現が完了しました。これでさらに無境を楽しめるようになります。では、お前、そして他の乗客は
以下の悪質な事件に関する責任を認めるか。お前たちはスノーモービルで大気圏競技場に乱入して勝つ海を認めるか。認めるよ。お前はハイアイ法律動物園に侵入した後、列車のハンコ博気分の予算を使って250匹のノーズウォーカーの容体を購入し、罪を認めるか。認めるよ。お前たちは食堂車のキッチンに侵入、罪を認めるか。それは自分でやったんじゃないか。まあ確かに列車鍋は持って行ったけど。まだ言い終わっとらんぞ。それだけではない。列車のアーカイブ一括消失事件、スラーダをラウンジの植木鉢に撒いた事件、休憩時間の車掌に対する騒音攻撃事件、そうかもしれませんね。ですがなどなど、計46件。ごめんね、僕は本当に世界最悪の七死人だ。いや違うぞ。まさか僕よりひどい人がいるのかい。もちろん。誰？あの列車を真っ二つに爆破したやつじゃ。It's the one that's bacon in the tree。 この夢の内容は以上となります。何か感想はありますか？ Wow, don't look for me! The freak! This is... これはあなたの潜在意識にある願望に最もマッチした夢の泡。繰り返し干渉して。この夢の泡が効果であることは認めますが、もういかがですか？お買い求めになりますか？ありがとうございます。まあ、ああそうでした。当店で初めて夢の泡を体験されたお客様に。すぐに七死人の手がかりを見つけられると思ってたけど、どう？やっぱりそう簡単にはいかないな。あっちに逃げたぞ。捕まえろ。逃がすか、この密航者め。ファイフライ。ごめんなさい、手を貸して。 I will do my best to protect a pretty young lady。 お前ら、やつには共犯者がいるぞ。 No way。 ちょうどいい、まとめて捕まえろ。呼吸するその感覚、覚えておいて。威勢いいな。いや、立ちなさい。そうよ、一体。That's kind of funny, yeah. 食べる暇だ。 This is why I look at this more than the same thing. さようなら。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。落ち着いて。もういい、お前ら。その辺にしておけ。What the big are you? Big guy? 長官?ったく、お前ら何やってんだ。目を大きく開けて見てみろ。このお嬢さんは。この人は誰？知らないのか？茶色の髪、灰色のベスト。この方は調和セレモニーのためにファミリーが派遣した保安官だ。そうか。長官、我々は密航者を追っているところでして、この少女はとても怪しい。
彼女に違いありません。バカ言え。もう一度よく見てみろ。目撃証言によれば犯人は銀色のやつだ。なのにお前らが捕まえたのは銀髪の女の子。銀色と銀髪を一緒だと思ってるのか。しかも客人と喧嘩。もういい、さっさと行け。あとは俺が対応する。What do you mean by that? Man, see the sea. いや、本当に申し訳ない。俺はハウンド家のギャラガ。あのバカどもは、俺が育ててる子犬。まだ若いこともあって、経験が浅くてな。ハウンド家は無教の番人で、先日無法者が宴に。安心してくれお嬢さん。ありがとう。ギャラガーさんが助けてくれなかったらどうすればいいかわからな。俺は他の用があるから先に行く。さっきは君のおかげで助かったよ。危うく連れて行かれるところだった。面白いこと言うんだね。今気づいたんだけど、君って七死人だよね。そういう意味で言ったんじゃない。七死人を尊敬してるのは本当。君ファミリーに招待されてきたんでしょ。ハウンド家には密航者と間違われたけど、私は公園がない時はグラークス通りの近くでガイドの仕事も引き受けてるの。気にしないで、君には助けてもらったからね。We accomplished a new step. We acquired five months.